ロシアの F1 解説者アレクセイ・ポポフは自身のポッドキャストで、ルクレールが契約延長に同意したというイタリアからの複数の報道を聞いたと語った。シャルル・ルクレールは、2024年までの契約を超えてフェラーリに残留するつもりのようだが、チームメイトであるカルロス・サインツの将来には、さらに、大きな疑問符がついている。報道によると、ルクレールは、2025年と2026年の新たな2年契約に、さらに、 三年間の総額約一億八千五百万ユーロ、約二百九十億円、相当のオプションをつけた契約を結んだという。同時に、ルクレールの現在のチームメイトであるカルロス・サインツが、2026年以降にザウバーと提携するフォルクスワーゲン傘下のブランドであるアウディと、実際に何らかの事前契約を結んだという噂もある。一方、マックス・フェルスタッペン陣営に近いオランダのデュ・テレグラーフは、レッドブルがセルジオペレスの契約条項に、 2024年からの憲法条項を発動させるる可能性があると伝えているこの条項は、ペレスが、シーズン中盤の時点で、フェルスタッペンに、125ポイントもの大差をつけられていることに左右される可能性がある。こうした噂は、ペレス陣営に近いメキシコ人ビジネスマンが、33歳のペレスが、レッドブルで、マックスと同等の待遇を享受しているかどうかを疑問視していることから生まれた。ロシアの F1 解説者アレクセイ・ポポフノが聞いた話ということで、 ルクレールの件、サインツの件、ペレスの件、3人の話ですが、ルクレールとペレスについては、すでに聞いた話です。サインツについては、まだ聞いていない話です。今後少しずつ明らかになると思います。